はい、皆さんおはようございます。ここはね、砂利ですね。まだね、朝今8時なんですけど、まだ全然裸足大丈夫です。余裕って感じです。はい、狭い道ですね。一昨日はね、群馬県に往復300キロですね、出張してきました。車でね、カーシェア車ですね。カーシェア車はね、ほんと便利で、レンタカーはね、レンタカー屋さんが近くにあるとは限らないんだけど、カーシェアは結構あるんですよね。落ち葉が綺麗です。いつもとね、違う出張なんかすると、ちょっとだけ脳がリフレッシュします。体は疲れるけどね、脳はファジーで、ファジーなことをするとね、つまりルーティンじゃないことをするとね、リフレッシュしますね。とっても大事だと思ってます。私はね、毎日同じところに行って、同じことをするの向いてないんですよね。まあ本当はね、その方が安定した人生なのかもしれないんですけど、ダメですね。市場。はい、帰ってきました。鳥の声がすごい。ですね、すごい鳥の声。はい、ただいま。いつもね、足が汚れてるのでこうやって洗面所に行きます。はい、では今日も一日頑張りましょう。またねー。